さあ、エリア5、リポジトリムリズム。さあ、エリア5だから一応さ、あの足の最後のところになるんだよね。どんなステージなんだろう。ちょっと宇宙感が、おお！ネオンな感じだね。なんかネオンシティっぽい感じだな。あ、ちょっと待って。ジェット！前回大事活躍のジェットじゃないですか。ほう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 。何？あ、リズムってついてるで音か。リズムってついてるで音ってことね。なるほどね。下とかにさ、IC キューブとかあったりしない？大丈夫？またそうやって言って落ちてくるの嫌だからな、俺。いた！やっちまった。危ない危ない。あ、いたージェット！ジェットキック！ちょっと待って。しかもさ、地味にさ、いい感じのリズムで来るな。あ、うわ、うっはっ！で、大砲入って何もなしと。大砲、バーニングがありゃいいんやけどな。ファイヤーがあればバーニングいけるんやけどな。ちょっと待って、HP がやばいな。ちょっとプレイが、久しぶりのプレイでおざなりになってるな。まあ、こっち行くか、素直に。で、なんかちょっと遠くなったな。うわ、車走ってるし。まあ、車は走ってるけど、言うてさ、飛んでいきゃいい話だからね。まあ、車は通ってるけど、こう、走ればいいから。これ何？あ、こっちの面に映るってことね。車は通ってるけど、ジェットの機動力を活かせばね。ジェットの機動力があれば、怖いもんなしですよ。お！これは？よーし！素直な IC キューブだな、割と。え？二つ目？あ、やっぱあの、大砲のとこだ。じゃあ、これで二つ目ってことは。じゃあ、大砲で、こっち行って、キック、飛んで、痛い！あー！ステッカー！なんでスリープくんいるの？吸い込んじゃダメだからキックしとくね。よし。あ、え？中ボスがあるってこと？ここにワドルディがいるってことは。選ぶ感じだね。ミラーか、アイス。あ、じゃあミラーで。ミラーでいきます。来い！どんなボスかわからんが、スリープ邪魔だ！どけろスリープ！ザンギブル！よし。いた！やるよな、なかなかやるじゃねえか。今回はね、ザンキブルね、ちゃんと普通に来るからな。でもこれがあるからね、無敵ダッシュが。無敵ダッシュのこの攻撃が普通に強いからね、飛距離として。あぶねえ。まあ、これは地上回転なのは、カービィハンターズで経験済み。カービィハンターズでこれ経験済みよ。あ、避ける。ちょこまかと動くカービィに嫌気がさすだろう。オーケー！じゃあ、せっかくなんでカッター吸い込んじゃいましょうか。カッター！カッター吸い込んで、ほら！あ、もうあるね。何？でこ！え、でっか！何この敵。倒せなさそう！倒せなさそうな敵やなぁ。上に乗るとか？あ、上は安全なんだ。へぇー。ってことは倒すことはできないけど、無害な相手ってことか。こっちから仕掛けない限りは。お前も寝てんのかよ。君まで寝てんのか。おら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 。この上でなんか普通に日常送ってたみたいだけどさ。なんで日常送ってんだよ、平然と。お！乗りましょうや。吸い込めんの？え？マイクどうなるの？ははははははは。いや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 、第四強が。第4強攻撃！ハイパーボーイス！なるほどね。これは爽快だわ。
あああああああ強い、これ最強格だ、これ最強格だろう。これ最強格のコピー能力まであるな。だってこれだってさ、だってこんな攻撃できるんでしょ電車もできるし、シュートもできるしな。最強格レベルだと思うんだけど。あ！あー、なるほど。こいつを倒すことができる。ってことは、寝てるからうるさいんだ。うるさい扱いなんだ、多分。で、こっちに1アップがあって、IC キューブもありそうな気がするな、これやと。あー、わかった。これ向こうまで戻るんだ、だいぶ。じゃあ戻ってくる。取ってくるね、あれ。おら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 、あれ？頭から行くか。で、これで倒して、星が出て、IC キューブが、取れるわけだね。よし。で、これでクリアだ。まあまあまあ、一つ目を逃したのは痛かったな。おっと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 。てれ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 てさあ、二面だ。二面はどんな感じかな？降りる。長いはしごだな、随分。お！あー！カジノ系施設ってこと？あったね、前回もピンボールとかあったところ。何？割と何？カジノ系施設が好きなのかな？この機械の人たちも。ね、スージーたちもさ、カジノ系好きなんかな？やっぱ、楽しむ場所って欲しいよねみたいな。あ、何か捨てて、スナイパーもらおう。最強格でしょ、こいつ。スナイパーだって、下押せば食らわないからね。最強格だからちょっと取っとくね。で、あ、もう中ボスがいるってことやな。この感じやと。中ボス。構えて！うわぁ、ブロッキーか。前回はなんかさ、どう倒したんだっけ？なんかね、前回ね、適当にやったら倒せたんだよな。あ、いた！ゴロゴロゴロってくるから、これはぶつかって隙ができる。距離を取って。終わり。おらおらおら、お前なんていらねえんだよ。おら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 。さて。お、お！おー！スナイパーのこれ強いなぁ。このまま進むか。おー！多分、これ使って、表と裏を交互していくんだろうなってのはわかる。まあ、ただね、こうやってできる以上はね。こうやってできるからね。スナイパーね、これができる以上は。いません。いませんよまあ、これができるからね。やり過ごすことができるのが強すぎる。はい。いません。いませんよで、はい、ほい。スリープインナー。スリープ潰された！尊い命が奪われた。あー、この感じ、うっ！あー、はい、あ、あ！あしまった、下ボタン押してれば。くそ、スナイパー失っちまった。下、映りながら、敵はいない。強いて言うなら、このブロックは敵。はい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 。下の様子を見ながら、降りていく。これは裏面か。裏面にあんのか。取って、下降りて、ファイヤーいるね。よし、ファイヤー取って、
わ、やばい、大玉だと、もう今回はこれができないからね。はい。逃げろ、逃げろ。痛い。でもこれ欲しい。ファイヤー。あ、ファイヤーになっちゃった、とったの。逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げて、逃げつつ、ちょっと、どいて、どいて、どけろ、どけろ、どけろ。どけろ。裏面行く。裏面もいる。いや、ファイヤーの方がいいか？あ！お前ちょっと待て。お前ちょっと、それ待て。あ、ピロ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 。ちょっと待って！電池潰れた！で、え、ドハハー！待て。で、持って、電池持って、逃げろ逃げろ逃げろ。1、2、3で、ここに電池を入れることができる。IC キューブがある。オッケー。これで一つ目か、一応。一つ目か。あ、これは見たことあるな。弾が転がってくるから逃げろってやつやな。ピンボール玉が、ピンボール？ルーレット？ルーレットだね。ルーレットをね。早い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 。飛んで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 。カービィの足より速いやつがいんのか。どっち回り？次は。IC キューブあるよ。最優先！ IC キューブは命より大事だ。IC キューブは命より大事。うわ、また転がってきてる。一回やり過ごすか。おぉ。ピンボール玉が転がってきてんの？すごいな。いた！やるじゃないか。ここにやろう。おぉ、ピンボール玉が、1番ボールが、こんなところにも。ナインボールでもしてんのかな、誰か。誰かナインボールしてる？ 3 番が転がってきたけど。まあ、やり過ごして、IC キューブが奥にあるな。あれは、ロボ使って弾き返すっていうのが多分定数ってだと思うんだけど。あ、いた！ちょっと待って、コピー能力どこ？またウィンプレイ取るか？くそ、ちょっと待って。どうやって取る？あれ。ロボットがある？ないなぁ。もしかしたらなんだけど。いや、そんなことはないか。ウィンプレイ取れるわけないよな。え、どうやって取るんだろう、あれ。あ！ロボットあんじゃん。探しに行ったけどあったや、ロボット。これだったらもう敵なしよ。こんなところに乗り捨てたロボがあったなんてな、見つかんなかったぜ。これはもういけるでしょ。おい、オッケー、パンチでいけるんだな。パンチ！いや、リーフいらない。ごめん、リーフいらない。せっかくなのに、リーフいらないんだわ。いくぜ！パンチ！イエーイ！俺の勝ち！オッケー！いや、探してみるもんだな、意外と。意外と落ちてんだな、ロボットって。よし、このピンボール玉にもお分かりや。うっ、パンチ！よし。オッケー！もう最大いった！取れました！よし！テレテレテレンテレンテレテレテレンテテレテレテレンテレンテテテテテテテ。お！来たねー。アジト系統やね。このカットインが入るのは。さあ、アジト系。ワープスターあるよ。これ何？ワープスター！あー、なるほどね。いよいよもう登るのがめんどくさいっていう人のために用意したものなのかな。曲が違う、今までと。ドクロのとこに踏んだら多分痛い目見るんだろうな。規則性があるはずだ。危ね。危ない危ない。かわして、あ、バイオスパークはちょっと、さよなら。で、上行って、
ここは？ここ？もう学んだ。もう学んだ。あからさまに何かありそうなとここそ何もないんだよな。あ、はい。左、右上、真ん中。左、右上、真ん中で扉。で、片側を。左。左。左。右上。右上までが遠いんだが。右上行きたいんだけど。やばい。覚えさせられる。ん？キングズはいいんだけどさ。これは？あー、なるほど。こういう風に左右入れ替えられるのか。突進が来るか。危ない危ない。これでエスパーでガンガンガンで。オッケー。おら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 。右上よ。右上の扉で真ん中よ。右上右上。で真ん中。ポピー。あ、ロボット乗ってっか。ロボット乗ってこう。あ、ソード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 あれ床は、え、あ、中ボスの沿線、ここに来て。ドゥビア、あ、いた、やっぱ食らうな。おら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 、ドゥビア最後の抵抗。あ、いた、せい、おら、よし、で、真ん中の扉に行くだけや。ん？真ん中の扉がないぞ。あー、スイッチ押すと出んのか。で、宝箱はあるはず。ここに行ったなら、オーケー！てか、中ボス多いな、割と。割と中ボスもう2回やったんだよな。ロボットがいんなら、怖いもんなし。危ない危ない危ない。毎回ちょっと確かめちゃうんだよな、なんか。多分ね、他のアクションゲームとかのせいだと思う。下になんかあんじゃねえかって思っちゃうんだよな。リカバリーしないのが自分の悪いとこだけどね、それを。まあ、はめる。はめてでもどうする？あー！わかった！こいつだ！スパークで、まずは、はめて、こっちにするんだ。で、で、これ追いかけるんだ。で、来るのを待って、通ったなと思ったらまた向こうに移動させるんだ。で、こうして、上で通電させて、扉が開くってわけだ。で、扉の中入って、え？って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 。うわあ！はっ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 は。おい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 、なんじゃ？ガチの謎解き入れてんじゃん。あ、こうだ。で、IC キューブあると思ったんだけど、ないか。いや、IC キューブあってほしかったな、せっかくだから。床だ。あ、こんなことに。あ、なんだ。宝箱だから、ついあると思っちゃったじゃん。よし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 。で、スイッチ踏んで、何かどっかにありそうだな。この感じ、あう！とりあえず撃って、あ、痛いな、やるな。とりあえず倒す。ステッカー。宝箱絶対どこにあるんだけどさ。宝箱、 IC キューブ
オッケー。え、これ三つ目？二つ目どこにあったの？気づかなかったんだけど。うわー、どこだったんだよ。じゃあ二つ目。おっと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 、オッケー。でれ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 で